埼玉アゲオメディックスバレーボールチームは、埼玉県アゲオ市を拠点とし、アゲオ中央以下グループ協議会が運営する女子、バレーボールチームである。2021から22シーズンは、V リーグディビジョン1に所属。1978年、埼玉県アゲオ市のアゲオ中央総合病院内で、バレーボール部が設立されたのが始まりで、2001年4月に、 実業団バレーボールとして、正式に発足。2010年10月より、アゲオ中央総合病院が所属する、アゲオ中央医科グループのバレーボールチームとなった。2003年、V1 リーグ参入を経て2006年より、V チャレンジリーグに参入。2014年に V プレミアリーグに初昇格。チーム名、メディックスは、 医療従事者を意味するメディックよりつけられたもので、地域に貢献し愛し愛されるチームになる願いも込められている。練習場所は、上尾市内の体育館。ホームゲームは、上尾市の上尾市民体育館、深谷市の深谷市総合体育館などで開催され、セカンドホームタウンの京都、岩手でも開催される。埼玉県のトップスポーツクラブの交流、連携組織、 プライドリームス埼玉に加盟している。チームマスコットキャラクターは、展開の女戦士、メディアと、真珠ムササビ、クスクスである。アゲオ中央総合病院ソフトボール部1971年、当時1965年に、アゲオ中央総合病院ソフトボール部を設立。対外的に数多くの試合に出場する。同じ中央イカグループであり、 同時期より活動を行っている、戸田中央総合病院ソフトボール部とは、幾度となく対戦するも、13年間どうしても勝つ、ことができなかったため、やむなく、あげお中央総合病院ソフトボール部は、廃部となった。その後、あげ中央総合病院ソフトボール部は、バレーボール部へと移行、選手のほとんどもバレーボール部員へと転身した。1978年より、 アゲオ中央以下グループ内にて、福利厚生の一環として、バレーボール大会が開催されるようになり、アゲオ中央総合病院バレーボール部も出場する。その後、アゲオ市バレーボール大会などに参加。2001年4月に、松永里氏を監督に迎え、実業団バレー部、アゲオ中央総合病院女子バレーボール部として、正式に発足。 2002年の第22回地域リーグで3位。2003年、第23回地域リーグでは、準優勝を果たし、V1 リーグに昇格。2003、04シーズン、初参戦の、第6回、V1 リーグは6位に入る。第7回大会では5位に入った。2005年5月、高野圭介を新監督に迎える。しかし、2005、06シーズンの、 第8回、V1 リーグは再開となり、地域リーグとの入れ替え戦を経験する苦しいシーズンとなった。しかし、2006、07V チャレンジリーグでは、自己最高の3位に入った。2007年に、チーム名を、アゲオメディックスバレーボールチームに変更。初の入れ替え戦出場を目指して、ドミニカ共和国のシバルカ・ヌネスを補強し戦力補強も進めたが、 2007-08V チャレンジリーグは、セット率の差で3位となり、入れ替え戦出場はならず。2008-09V チャレンジリーグもドミニカ共和国のアルタグラシアマンブルを補強し、山陽電気レッドソアの監督を務めていた藤本美希郎を、コーチングスタッフに迎えて臨んだものの、終盤戦のホームゲームでの大一番で敗れ、チャレンジマッチ出場に届かなかった。 2009年5月に高野監督が退任した。2009年に元アメリカ代表監督である吉田俊明を監督に招聘し、全日本メンバーの庄司ゆ希ら、プレミアリーグ在籍選手を多く補強した。2009、中シーズンは準優勝し、初のチャレンジマッチ出場を果たす。しかし、チャレンジマッチでは、トヨタ車体クイーンシーズンに一生いっぱいながら、 セット率の差で敗れ、プレミアリーグ昇格はならなかった。2010年9月1日、埼玉県のトップスポーツクラブの交流、連携組織、プライドドリームス埼玉に、正会員として加盟した。10月1日より、アゲオ中央以下グループの女子バレーボール部として、活動することとなった。2010、11シーズンは、V チャレンジリーグが、 東日本大震災の影響により、チャレンジリーグが途中で打ち切りとなり、暫定で1位にいたアゲオが初優勝となったものの、V チャレンジマッチも中止となり、またしてもプレミアリーグ昇格はならなかった。しかし、2011年5月のクロア式前日本、選抜大会では、プレミアリーグのバイオニアレッドウィングスを下すなど、検討し、初の準々決勝進出を果たした。 2011-12シーズンは V チャレンジリーグで準優勝を果たすも V チャレンジマッチでトヨタ車体から1セットも取れずに連敗し昇格ならず2012-13シーズンは V チャレンジリーグで優勝を果たすも V チャレンジマッチでパイオニアレッドウィングスに連敗しまたも V プレミアリーグ昇格はならなかった2014年3月 V チャレンジリーグにおいて、準優勝し、V チャレンジマッチに出場。プレミア7位の JT に連勝して、プレミア昇格の権利を得、同年5月の理事会で、プレミア昇格が正式決定した。プレミアリーグ偉人となった2014-15シーズンは、荒木エリカや、ケリー・マーフィーら世界のトップクラスを補強し、昇格後初戦の2014年11月16日、 対トヨタ社体戦において3から0で勝利し、プレミアリーグのウィンを飾った。勢いを買ったチームは3位に食い込む、大健闘を見せた。翌2015、16シーズンはほぼ補強なしのメンバーで、望んだが最下位に沈み、V チャレンジマッチでも JT、マーベラスに敗れて、わずか2シーズンで V チャレンジリーグ愛に降格した。2016年10月の国体で、 初優勝し、プレミア最昇格に向けて、最先の良いスタートを切った。2016、17V チャレンジリーグ愛では同じく、広角組のデンソーエアリービーズとともに、他の6チームから全試合で3ポイントを上げて3位以下を圧倒。直接対決では勝ち越すものの勝った2試合とも、フルセットだったためデンソーに1ポイント及ばず、準優勝。 V チャレンジマッチに進出し、岡山シーガルズと対戦した。初戦は1から3で敗れたものの第2戦で、ストレート勝ちして、セット率の差で、最小格となった。ちなみに、連想も、最小格を決めていて、2013、14の昇格、2015、16の降格に続いて、同時の昇格である。2018、19シーズンより、 V プレミアリーグに代わって開催される新生 V リーグのディビジョン1に所属することとなった。2018年6月、チーム名を埼玉アゲオメディックスバレーボールチームに改称した。2019、20シーズンより、京都府でもセカンドホームタウンとして活動することとなり、京都でもバレーボールイベント参加や、ホームゲーム開催などをすることとなった。 2019から20シーズンは、スターカンファレンス所属となり、序盤で、上位3チームに苦戦し、交流戦以降盛り返し上位との差を詰めるが、6チーム中4位でファイナル8進出。しかし、ファイナル8では、A グループで3連勝を果たし、準決勝進出を果たした。準決勝では JT に苦敗を喫し決勝進出は、逃したが、3位決定戦で伝送に勝ち、 自己最高イの3位でシーズンを終えた。同シーズンをもって、11シーズン監督を務めた、吉田俊明が退任した。2020から21シーズン、ブラジルでの指導実績が豊富であるアントニオ・マルコス、デルバッキーが監督に就任した。しかし、新型コロナウイルスの流行の影響を受け、2020年4月からの2ヶ月間、ほどの活動を休止。 苦しい状況の中で、8月にチーム初となるトライアウトを実施した。しかし、コロナ禍の苦境は続き、チーム母体が医療組織であることもあり、全、ホームゲームの無観客開催を余儀なくされた。また、渡航制限により新監督のマルコスと、新外国人選手のシャイナ・ジョセフの合流が大幅に遅れ、調整に影響を及ぼした。それに加え、 セッターは、井上美咲の遺跡に加え富永暦が妊娠による、休養となり、第三セッターだった、山崎野の花を育成しながら起用することとなった。リーグ戦は、序盤で調子が上がらず、負けが先行し、終盤で調子を上げセミファイナル進出に必要な、V レギュラーラウンド4強入りを、射程圏内に入れるが、4位を争った伝送に、逃げ切られ。 セミファイナル進出とはならなかった。5位決定戦でも連勝を飾り5位で終了した。リーグ戦終了後、代表合宿参加者以外が出場する V カップが開催され、7連勝でリーグ戦を終えた勢いで、それに臨み、さらに6連勝を果たし、優勝を果たした。V 一前チームが出場した大会で、念願の初タイトルとなった。V リーグ。 実業団リーグ V1 リーグ V プレミアリーグ V チャレンジリーグ V リーグ2018年3月に公式キャラクターとして女神アテナに使える展開の女選手と真獣ムササビが登場し名前を公募することとなり公募の結果女選手がメディア真獣ムササビがクスクスと名付けられた同年6月にチーム名が現在の埼玉アゲオメディックスとなった際に チームロゴにも新たにメディアとクスクスが描かれた。ありがとうございます。